こんにちは。当たり前という言葉に拘束されないでいただきたいかなというふうに思う速稼塾の久保でございます。奨学金の返済は当たり前だっていう論調、これはねその通りなんですよ。で、借りた金を返す、これも当たり前なんですよね。でも立ち止まっていただきたいのは、じゃあ当たり前のことがみんなできてますかっていう現実に目を向けていただきたいんですよね。借りたお金を返すっていうのはこれね、実はね理想論なんですよ。じゃああなたは借金を個人的にみんな返したかもしれないけども、世の中に借金を返しきれない人がいるっていう現実にはどう向き合うんでしょうか。当たり前ができない人間は首くくって自殺してもしょうがないって思っちゃいますかね。じゃあいくらぐらいの借金の返済がダメだったら、返せなかったら死ぬべきなんでしょうか。その金額は10円でしょうか、1億でしょうか。世の中には貸し倒れっていう現象もあります。銀行が棒引きするってこともあります。それは当たり前じゃないことが公然と行われているってことの一例じゃないかなと思うんですよ。まあお金に限りませんよ。当たり前ってのはみんなそれぞれ当たり前があるんですよ。例えばね、20歳前後になったら社会に出て働くのが当たり前、これ本当ですかね。だって大富豪の子供に生まれて働く必要がなかったら、そういう人は当たり前じゃない人間なんですかね。当たり前の人生を送ってる人っていうのは様々います。当たり前の基準ってのはそれこそたくさんあるんですよ。ただ社会生活を送る中で当たり前の基準があっちにもこっちにも行ったら、これはねなかなか成り立たないところがありますんで、一定のレベルの許容量を持たした当たり前っていうのは当然これが存在します。それは私もね認めてるところなんですよ。何でもかんでも全部その人の当たり前だって認めるってことはありません。いわゆる世の中の平均値ぐらいを許容量にしとかないと、とんでもない当たり前にはそれぞれ対処できないよねってことは当然あるんですよね。今回奨学金の返済についてね、私がねまあ極端に言ったら返済する必要がないと、チャラにしろと言ってるのは何でかっていうと、奨学金の原資は誰か個人、特定の個人が出してるもんではないってことなんですよ。まあ、平たく言うと奨学金の原資ってのは国債発行なんですよ。つまり帳面に書いただけなんですよ。それが返済されないからといって誰かの懐にお金が戻ってこないってことは一切起きないんですよね。じゃあ奨学金を真面目に返しました、そのお金は誰のところに行くんでしょうか。誰のところにもいません。消えるだけです。じゃあ消えないものは何か。金利です。金利だけはその奨学金を所管する理事とか役員とか従業員の懐にバンバン入るんですよ。だから奨学金なんてね、はっきり言って返さなくても誰も困んないのに、そこで働いているというよりも働いてないんですけどもね、そういったただ椅子に座っている人のためだけにお金が流れてるんで、ふざけんなと思うわけですよね。奨学金の返済が滞ったからといって奨学金を所管する中間団体の理事に給料が入らないってことは全くないんですよ。で、そういうところをね見ると、一生懸命ね毎月たった2万か3万かもしれない、その2万か3万を払うために食べるものも食べずに、好きな趣味もせずに、出会いのチャンスを棒に振ってまで返済する真面目な人がね、椅子に座ってよっしゃよっしゃってやってる人のあぶく銭になるのは、これは私はね、認められないなと思うわけなんですよ。ただただこれも私の理想論です。現実は返さないと督促が来たり差し押さえがあるわけでしょ。だから今この時点で奨学金をね持ってる人っていうのは全部チャラ、私はこれを制度化してもらいたいなと思いますし、そもそも根っこでね、なんで進学すんのに金がかかんないって話ですよ。進学して学力を身につける、いろんな経験をするっていうのは個人の利益にもなるし、その恩恵を社会全体で受けるわけですよ。だからね、別にお金ください、お金を払わないと学ばせないっていう、そんなことになんなくてもいいんじゃないかなっていうのが根底にありますよね。それだったらね、大富豪お金持ちばっかりがもっと賢くなって、お金がない人は進学できないっていう風な当たり前がもう大手を振って歩いちゃうわけですよ。いいじゃないですか、お金がなくたって勉強して突破することができればお金持ちになるチャンスが開かれてれば。そもそもね、この進学に対して全員が物になるっていう考えもないわけですよ。大学に行きました、途中で大学に行って勉強意欲なくなりました、これも当然起きることですよね。学校に行ったらみんな賢くなりますか。大学に行ったぐらいでみんな優秀になりますか。違いますよ。当たり前のこととして言いますけども、大学に行ってもね、ほとんどの人は物にならないんですよ。でも物にならないことで放置するんではなくて、その人をどう活用していくかなっていうのは、今度は社会に出た先輩方がやることじゃないですかね。何でもかんでも大学卒業すればね一人前っていう風に思うのもまた間違いなんですよ。そこからまだ人間は学び始めて失敗も繰り返していくわけですよ。
一部の方がね、自分の人生が順調になったからといってね、まだ順調にいってない人とか借金を抱えた人を見捨ててバカにするのは全然違うと思いますよ。それこそ人にはね、いろんな歩みがあるわけですから、頑張ってもうまくいかない人も当たり前に存在するわけですよ。そういうことの経験がなかったり、弱い人の痛みが分かんない方はいくらでもね、足ざまに言うでしょうけども、私はね、以前そうだったというところが強いんですけども、その人生を恥じてますね。一生懸命やってもうまくいかない人、それが現実なんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ今回以上です。